はい。美粛女の皆様、ごきげんよう、チューリップリンセスです。今日も私の美粛女コーデご紹介していきたいと思います。え今日はこんな感じで、私にしてはとっても珍しく、カーキ色にしてみましたえ。秋色のカーキ色のワンピースです。いかがでしょうかなんか新鮮ですよね。いつもあのー、私はどちらかというと、パステルカラーだったり、あのー、 暖色系のお色味ですとか、あのピンク系が多いと思うので、あのこちらのちょっと引き締まったお色のカーキ色は珍しいと思います。そうなんですけれども、えー、と私は一応カラー診断でオータムという診断を受けたことがありますので、あのー、オータムが似合う人っていうのは、オータムの人っていうのはあのカーキ色も似合うっていうふうに、あのー、出てくるんですね。 なので、こちらのワンピースを買ってみたんだと思います。ブランドとしましては、ユニバーバルミューズですね。あの、私がよく着ているユニバーバルミューズです。ストロベリーフィールズの妹版のユニバーバルミューズです。ストロベリーフィールズのお洋服も大好きなんですけれども、なぜか私はその妹版のユニバーバルミューズの あの形が体型に合うことが多かった,多かったのであのこちらも買いましたあのお色味としてはカーキ色なんですけれどもやはり私の体型にすごくあのフィットしていて合っているなっていうふうに感じてやっぱりあのシルエットとかね形が決め手になりました、ね、少しやはりねウエストマークでこの絶妙なハイウエスト そそしてそこから綺麗に広がる形、なのであのカーキ色なんですけれどもとってもあのシルエットが女性らしいんですねそしてあのキュートで可愛らしいしあのお膝丈で長さもちょうどよくてやはり私の体型にすごくあの合っているなっていうふうに思いましてあのこのカーキのすごくかっこいい渋い感じを あの本当に緩和させてくれるようなねあの女性らしさもある絶妙のワンピースであの結構ね気に入っていますこちらにあのやはりいつもなんですけれどもバンクリーフの白蝶貝もまたねあのこちらのお色に結構入るんですねなのですごくあの白蝶貝も引き立ちますしあのこちら、えっと、お花柄ですねお花柄の部分も あのアイボリーとかねちょっとベージュがかったりグレーがかったりあの絶妙な、ね、お色味の,あのお花柄になっていますなのでこの9月とかね秋の雰囲気にぴったりなんじゃないかなと思って今日はねあの突如ねあのこれがやっぱり着たいなって思ってあのこちらにしました今日はね生態に行ったりとか生態、まあ、に行くことをメインにしてたんですけれども あのそうですねちょっとあのー、フルーツパーラー行こうかと思ったんですけれどもこの間行ったばっかりなので我慢してあのー、シャインマスカットと桃をね買ってきてお夜食におうちで食べましたのでねあまた紹介できたら紹介しますね <laughs> そんな感じであの一日の中でちょっとバランスを見てお外ではねお魚をねまた。 食べてみました。朝餃子を食べてね。あ、ちょっとね、この関係ないコーデと関係ない雑談をはね、挟んでしまってすみません。ちょっと戻ります。 えっと、お靴は、えっと、美浜のベージュですね。やはりこの本当に万能で大助かりの、もう今季本当に一番の活躍を見せてくれたパンプスなんですけれども、こちらのお花模様のね、ベージュがか,かった白っぽいお花模様にすごくこのベージュのパンプスもあって、このカーキのね、尖った感じをまたマイルドにしてくれてね、とってもね、良かったかなって思います。なので今日はかっこかわいい。 カーキ色の秋色ワンピースのコーディネートとなりましたあの自分でもね普段と違うお色味を着てみるとねとても新鮮でした <laughs> またねこちらにまあカーディガンとかあのボレロを羽織るとねまたいろいろとね違う,こう印象を見せてくれるようなワンピースなんじゃないかなと思います はい、今日もね。いかがでしたでしょうか。ありがとうございました。チューリッププリンセスでした。またね。